ボスムトゥイコトは、ガーナにある周囲約8キロメートルのクレーター湖であり、同国唯一の自然湖である。熊市の約3 0トル南東に位置する。また、湖周辺には30ほどの村があり、7万人が居住している。アシャンティ人はこの湖を神聖な湖と考えている。伝承では、人が死した後に魂はこの湖に行き。 神であるついに感謝を述べる場とされているからである。このため、厚い多製の船による量のみが許されている。また、古代湖であり、固有種も多い。約107万年前の隕石衝突によって形成された。形成当時のクレーター直径は1 0 5トルほどであり、現在のものより大きかったとされる。また深さは3 8 0ルほどであるとされるが、 排斥物を取り除くと750メートルほどであるとされている。湖は部分的に侵食されており、また深い熱帯雨林の中に位置するため、湖の元となった隕石の衝撃というのは計り知れない。そして、シャッターコーン等のようなその証拠も、植物や湖等に渦もれてしまっている。しかしながら、湖の周辺にあるクレーターの中心部が隆起してきており、 そこから衝突の証拠が多量に算出され、研究に用いられている。この衝撃によってできたと思われるテクタイトは、隣国のコートジボワールでも算出するほか、大陸西部の深海底で見つかるものとの関連性が指摘されている。隕石が落ちる前、この地は熱帯雨林の中であり、動物も非常に多く生息していた。衝突後、そのタオからこの地は湖となった。 特にタウであった時代には、クレーター全体が汎用され、リムの峠の部分にまで水が達した。この時代の証拠としては、丘の頂上で魚の化石が見つかったことが挙げられる。また、それ以上の水は、下流域へと流れ出た。その一方で昭和の時代には、湖が池と言えるほどの大きさになることもあった。この時代はおよそ300年前まで続いていたとされる。また、 1970年代後半以降のサブサハラとサヘルにおける干ばつは北、大西洋の数十年単位の熱炎循環の波動によるものではないかという仏義をこの湖は呼んだ。これは干ばつが人為的起源ではなく自然的起源であるという発想を与えた。また、この湖はこの地域での1970年代の干ばつよりひどいものが過去に4回あったことを 示している。この地には伝説があり、それによると、1648年、アシャンティのカリュード、アコラ、ボンペが、アサマンから負傷した霊養を追いかけていた。突然その霊養は小さな池に姿を消した。それはまるで水がその霊養の命を救わんとするようで、あった。結局、彼は池の近くに住んでいるにもかかわらず、霊養を捕らえることはできず、魚を捕り始めた。 この地を、彼は、霊洋の神の意で、ボスムトゥイと名付けた、とのことである。この説話から、当時の湖水が非常に少なく、沖で300年以上立ち枯れしている木も、またそれを証明している。その後、この湖の近くでもいくつかの戦闘が起こり、秋無族が破れ、アシャンティ人がこの地を支配した。湖畔にある村は、おのおの宗教施設や、共同墓地を有している。 キリスト教の伝来以後、中には回収した人もいたが、多くの人は、薬病等の時には、伝統的な祈祷を行っていた。アブロドームの石が、湖の信仰の中心として存在する。不良の時には、その原因は不審にあると考えられ、人々は牛を生にとして捧げた。この行動は、アシャンティの王にとっては、彼の権威の象徴となった。儀式では石に内臓を捧げ、 それ以外は湖に投げ込んだ。そして大衆は湖にカットラスや斧と共に飛び込み、岸で肉を分け合った。しかしながら、この儀式には様々な事象が絡んでおり、何が起こるかは予期しがたい。伝統的に湖に鉄や昨今のボートを着水させるのは禁忌とされている。パドアという木製の厚板によって作られた船が合法の船として使われている。また、 昨今では乱獲や不適切な牧場開発による環境変化も起こっている。人口増加により魚の需要が高まり、次第に魚は減少、それにより農業需要が増加した。丘は次第に農地化され、タウによる侵食が大きな問題となっている。加えて湖の水面も変わってきており、多くの村が上方への数回の移住を要されている。湖は 地域の人々にとっては泳ぎ、釣り、ボート等のリゾート地として知られている。湖畔のアマ込む村には診療所があり、緊急時にはボートや救急車による対応を行っている。ありがとうございます。